はい、どうもこんにちは。またね、お昼をね、作っていきたいと思います。昨日ね、ちょっとね、外行ってたんで、お昼作れなかったんで、あれだったんですけど、今日は、ちょっとまた、作ろうかなと思うんですけど、何にしようかなと思ったんで、じゃあ、ドライカレーなんかいいかなと思ったんですよね。ちょっとね、ご飯のね、いつも麦ご飯なんですけど、ちょっと今回変えたんです。同じ麦なんですけど、食物繊維なんですけど、ビタバレーっていうね、大麦からビタバレー書いてみたんで、ちょっとそれも食べてみたかったんで、じゃあそれを使って、ドライカレー、ビーンズのね、まあ、豆をいっぱい使った、ドライカレーを作っていきたいななんて思ってるんで、ぜひ見てってください。こんな感じです。今日は、ドライカレーを作っていきます。ちょっとね、野菜多めでドライカレーを作ろうかなと思ってます。オリーブオイルですね。ここで、生ニンニクを少し香り付け、炒め玉ねぎペーストですね。これを玉ねぎ炒めるのが面倒なんで、とりあえず炒め玉ねぎペーストで、で鷹の爪ですね、辛みをここで出す感じで、肉を、牛、ちょっと残ってる牛バラも含めて、牛合いびき、合いびきと、ドライカレーはね、手軽でいいですよね。なんか普通のやっぱカレーってね、そこそこ煮込まなきゃいけないので、あれなんですけど、時間かかっちゃうんですけど、ドライカレーはね、もう、このね、時短でできちゃうから、楽ですよね。だから、そこで野菜ですね、モネちゃんが大好きな、ナス。モネちゃん仕様のナスです。そしてあと、これはほうれん草ですね。これを、一気に入れます。もうしんなりするまでに炒め続けます。香り付けで赤ワインですね。赤ワインを少し入れてあげます。豆もミックスビーンズを入れます。めんつゆをね、めんつゆをここで、めんつゆの味をで、ソースを余計を出すので、今回ね、牛乳とかね、ほんとコク出しはしないで、そのまんまでいこうかなと思ってます。色をね、あんまり変えたくなくて。でもね、そのまんまスパイシーな感じでいこうかなと思っております。すいません、最後の仕上げ忘れてました。最後のここの、ドライカレーに、これ、カシューナッツですね。カシューナッツの、細かく砕いたやつをこうやって混ぜ込んで、はい、これでドライカレーの完成です。今日はね、もう全部これだと思うんですけど、いくつヤフー検索大賞2020で佐藤健みかん、まあ、今年の顔ってやつですよね。これなんかいっぱいあるんで、切り分けて話しますよ。要するにまず一つ目はタケル君に特化してそれ話す。二つ目は、モネちゃんに特化して話す。三つ目はタケモネって感じですかね、やるとしてね、今日はね。で、ヤフー検索大賞2020が発表されたと。1月1日から11月1日までのヤフー検索の集計データをもとに前年と比較して、検索数が最も、上昇した人物。上昇した人物に送る対象、パーソンカテゴリー、カルチャーカテゴリー、プロダクトカテゴリー、ローカルカテゴリーに加えて番外編としてコスプレ、メイク、ヘアスタイル、ファッションなどの検索上昇1位、検索急上昇1位、ステイホーム期間中に急上昇したワード上位30位までを発表したと。パーソンカテゴリーで対象と俳優部門、だから2冠ですよね、を達成したの、受賞したのは佐藤健くんと。いろいろいるんですよね。アイドル部門に20、アスリート部門で朝倉未来、お笑い芸人でフワちゃん。で、女優部門はモネちゃんですよ。声優部門はね、花江直樹、あれですよね、鬼滅ですよね。それであとミュージシャン部門ではね、オフィシャルヒゲダンディズムなんですよね。アイラブですよね。だから、結構やっぱこいつに関する検索が多かったんでしょうね。で、僕もその中の一人。に入ってるけど、僕でも Yahoo 使わないかな。Google ですから、Yahoo では検索してないはずなんですけどね。ただ、Yahoo ニュースは見てますけどね。これに関して佐藤健くんはコメントはしてないんですかね、やっぱりね。まあでも、これに関しては文句なしの
1位なんじゃないですかね。まあ、パーソンカテゴリーで大賞ですからね。俳優部門だけではなくて大賞ってことは総合でね、人として総合で2020年の顔になったってことだから、まあすごい話ですよね。それぐらい2020年は佐藤健くんの年だったっていうことなんでしょうね。まあそして佐藤健くんプラス恋鈴でしょうね、やっぱりね。1月からね、恋鈴が始まって、恋鈴に始まって年末ね、また恋鈴一興味スペシャルがあって、恋鈴で始まって恋鈴で終わった1年って感じですよね。それ以外はコロナで、あんまりこう目立ったことも特になく、エンタメ業界は。ね、そんな中でやっぱり注目を浴びたってのは、今年から始まった恋鈴が、それがずーっと1年間引きずって、引きずって、今もやっぱりみんなの心の中に残ってて、気持ち的にもね、まだ冷めずに年末のその恋鈴の一挙見放送で盛り上がるっていう形で。で、ここに来てヤフー検索大賞2020でも佐藤健くんが2冠で今年の顔になった。ってことは、やっぱりすごいなっていう、すごい今年は恋鈴の1年だったなって。いろんな鬼滅の刃とかあるじゃないですか。あと、例えば半沢直樹だったりとか。まあ20もそうですし、ちょっとブームっぽくなったものっていうのは、ね、やっぱりあるはあるんですけど、ものすごく深く刺さったというか、ずっとこの、なんていうんですかね、ピンポイントで刺さったまんま、一過性のブームじゃなくて、その刺さったもう槍みたいなものが、ずっと抜けずに刺さりっぱなしっていう、ムーブメントっていうか社会現象って、こいつが一番深いんじゃないかなっていう感じがしますよね。やっぱりだって、僕もそうですけど、YouTube でずっと、まあ、その今年のね、頭から、こいつのネタを僕はやって、未だにですからね、未だにやっぱり、チャンネル登録者数も増え続けるわけだし、見られる人も増えてるわけだから、それだけ、パワーがあるってことなんだなと思いました。まあ、そんな感じで今回はその Yahoo のね、今年の顔について少しまた話していきます。ではでは。じゃあ、いただきます。うん、うまい。